からさつまいもっていうのはずっと作っていく。まあそのうち、まあ、要するに多少病気になってたりするかもしれないんですけど、まあそれは出たらそれが課題で、また医療要素とか肥料で何とかしていくっていうことを目的にやっているんですね。原作中が普通、例えば4年かかったら4年とか、はい、アメリカだったら8年とか書いてあるんだけど、そういうのが一つの参考にはなる。そうですね、参考にはなります。やっぱりその同じものを、なんか同じ場所を開けてしまうということもですね、必要なことにはなるんですけど、ただ土がどんどん痩せててしまうんで、微量要素とかそういうのは増えていくんですけど、まあ、窒素とかそういうリン酸カリとかそういったものは、減少してしまうので、まあ、肥料を入れた年はもうやった方がいいですよね。まあ、肥料をやらない年はまだいいんですけど、そうやって、連作、農家の方でもですね、プロの方でも、畑を丸々開けるということは一般的にはしないんですよね。それは原作で補ってあげる。やっぱりまあ面積と面積何も奪ってないところも、負担の管理ということもやっぱりちょっとかかってくる。